でも、ます。出る人は上手くはないんだ、その試合に関しては。その試合に山さん、関しては。声出せますか？大丈夫ですよ。あ、有オッケー。名な思考が人外の人がいるので、気をつけておきます。はい、じゃあ。みんな質問ありますか？大丈夫ですか？みんなさん。8番、リア教ですけど大丈夫ですか？大丈夫自です。分そういう精査もゲームし僕でましきるんょう。で大丈夫です。で、リア Q って了本当解にやでられす。るじと困ゃあ。るけど、本当にリア Q やられるとと困りあるけえず、ど、普通にちゃんとゲーリアム Q 始でまっちゃんたらと大今丈夫出だとてる思うけけど、ど、それでいいんじゃ知ない？り合いが割と多いんですが、1知らな年い人目もいるでと思そうういので、しっう、かりやった上で、普段ブはチ話切れすたけ人がいたらど、ブすチ切るっれまていすうんので、おは願いいいんしじますゃないね。の？はい、今一回やり日、ましょう。お願いしゲームまするのす。も。変なことしないんでしょ？だったらいいじゃん。ダメ。一が保証するんだったらいいんじゃない？やればいいでしょ、ゲームを。ゲームするっていう人に俺がぐだぐだ言う必要ないからね。話すとか、リア教する人は困るけどね。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。とりあえず、誰だ。あなたの役職は騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。怒る人でしょって言われても、今日の俺は疲れてるわ。その代わり、比べても、村っぽくなれないよ、遺言で。それだけだよ。今日は釣られないけどね。今日は騎士だったね。村人夜とかがの方が明けま楽しなんだた。よね、本当は。責任が重くてね、昨夜は守り誰もにす死るにとま思せっんてで村負した。けるから発言ね。ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。お願いします。村人陣営で死を特にないです。実際にできるかどうかわからないけど、2日で終わらせるぐらいの気概を持ってやりたいなと思っています。それはどういうことかっていうと、例えば絶対に初日普通であれば釣られない盤面の人、例えば2、1盤面での片白とか、3、1盤面での飛躍1とか、そういったところでもおかしい人がいたら、釣るぐらいの勢いで殴りたいし、実際にそういう人がいたら釣ってもいいってしまっ、いい、いいと思ってますので、それぐらいの気概を持って2日で終わらせるぐらいのつもりでやりたいと述べておきます。あとはそうですね。自分は雑な白浮きがすごく嫌なんです。雑な黒塗りももちろん嫌だけど、境界線の動きになるから、白黒要素っていうのはしっかり述べてほしいし、どういった理由で、なんかフィーリング精査をするなとかではなく、最初の辺って別にしてもいいと思っているけど、白要素とか、印象いいとかっていう要素もちゃんと聞きたいなと思いますね。あとは楽しんでやればいいかなと思ってます。よろしくお願いします。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、こんばんは。CEO 特にないです。1番さんの印象は気合いも良かったかなと思ってます。僕も、てか、印象はいいかな。2日で終わらせよう頑張る云々じゃなくて、2、1とか3、1のその片白とかグレー詰めとか、僕はその人が単品でおかしいなと思ったら全然いいなと思ってるので、1番さんの思考とは近しいなと思ってるので、印象はいいです。雑な白浮きが評価衆、黒浮きはもちろんみたいな。これに関しては、そもそも理由付けしないやつは僕は論外だと思ってるんで、多分そういうやつがいるからっていう前提で一番さん話してるんだろうけど、当たり前かなって思ってます。そういうゲームなんで、思考開示か。なんだろうな。話をちゃんと聞こうっていうことしか言えんかな。話聞かんのって、人外か、村だ。村でもシンプルに話を聞いてないか、人外で話ネットをしてる人物だと思ってるんで、そういう人は初日に処刑するべきだなと僕は思ってます。調和さんの気合い含めて印象良かったです。2周目伸ばします。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい。なんか皆さん知り合いっていう、あれなんですよね。なんか、上手い人ばっかりってことで、ちょっと緊張します。で、俺すごい大事だと思うのが、村人同士、なんていうか、信仰を合わせていくみたいで、1番さんと2番さんが、両方とも人外っていう可能性はすごい低いと思うんで、1番さんの2番さんの、多分なんか、片白でも釣るぞとか、そういう意味ですよね。多分言ってたのって。全然その思考に、進行に、俺は乗っかっていこうかなっていうふうに思ってますね。俺はあんまりそういう進行を取ったことないですけど、1、2両方とも人外っていうのはちょっと考えづらいんで、確率論的に。で、そういうふうにちょっと合わせていこうかなっていうふうに思ってます。
で、1番さん、2番さんともに別に白要素も黒要素も取れてないですね。2周目1です。はい。頑張りますね。はい。お疲れ様です。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。まあ、3番はあまり、話を聞いていない人物だなっていう現状を持っています。一番が言ってる進行っていうのは、例えば21番目、31番目において、その片白とか関係なく、片白、グレーに怪しい人がいず、かつ、片白が怪しかった場合は、片白釣りもやむを得ない、そういう場合もあるという示唆なんで、一番の進行に乗っかるって、一番の言いたいことって多分、現状の進行じゃないと思っていて、2周目において変わってくることだと思ってるから、その3番がその進行に乗るって言った発言っていうのはおかしいかなって現状は思ってますよ。はい。現状1に、まあ2周目の話を聞いて、3番がちょっと話を聞いて、理解できてないかなっていう感じを受けてます。5番。のプレイヤーが発言します。まあ3番が上手い人なんじゃないですか。片白からもいけるんだったら1番に乗っかって、まあどうなんでしょうね。白も黒もないけど1、2番の陣外はないと思ってる。今日ローとかもあるだろうし、ローあるかもしれないし、まあ4番はなんだろうね。3番さんの黒いところ訂正したって感じ。1、2番は発言せざすの ?2 番が話聞かなかったら、ただ2番釣ればいいし、1番がわけわかんない白を塗りしたら、でいいってことなんだよね。人のことを思いやれば、そういう人もいるよ、村でも。白要素、白くやる人もいるけどね。まあ、2周目でしょ、全員。わかりませんよ、私は。とりあえずね、役を透かしたり、柱発言したり、それやめましょう。村を残しておかみついたいです。SGG の村人を残して、アクローズです。SGG の狼はどうするんですかって、狼釣るって言いましたよ。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね、3番さんと4番さんに関しては、1番さんの解釈の違いの問題だと思ってるから、3番さんと4番さんは2周目かなと思ってて、1番さんに関して言うと、1番さんってなんでそんなに急いでるのかなって、2縄で終わらすってそんなに急ぐ必要はなくないかなと普通に思いましたね。別に1番さんが村で気合が入ってて2縄で終わらす勢いでやるっていうんだったらわかるけど、それに普通にやってたらそんなに焦らなくてもミスリードしてしまいそうだから、自分はゆっくり時間をかけて精査をしていけばいいかなと思ってます。だから2番さんは1番さんの気合入ってるねっていう発言はあったんだけども、どうでしょうね。私はねちょっと、どちらかといったら気になったのは3番さんと4番さんだから、2周目、話ちゃんと聞いていきたいかなと思って、5番さんに関しては2周目。7番のプレイヤーが発言します。6番が印象悪いかな。3、4が気になるところがあって、5番が2周目っていう論が分かんないかなと思ってるし、1番がなんだろう、急いでるっていうふうには取れねえかなと思ってるよ。1番っていうのは2縄で終わらせる気合で、やっていくって言ってるわけだから、2縄で本当に終わらせるつもりで言ってるわけじゃないし、1番っていうのはそのなんだろう、怪しいところがあれば、その片白とか、飛躍の部分でも釣っていくって言ってる人物だから、ロー要素をちゃんと拾ってくれる要素、人物だと思ってるから、2周目以降の発言だと思ってるし、そこに対して、6番違和感を持ちすぎかなと思ってるかな。現状6番が、純粋にいらねえかなと思っちゃったかな。5番に関しては、その飛躍を、とりあえず飛躍を透かしって言った後、途切れたからちょっとわかんねえんだけど、その後の重要な部分があったと思ってるから、5番に関してはあそこちょっとアンサー欲しいかなと思ってる。途切れてたから。これだけだったのかな。現状6番が印象悪いかな、以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師で9番白です。平和村なのかな、それとも2周目で人外が出てくるのかわかんないですけど、まあ、7番の6番指摘は良かったんじゃないって思ってるし、6番が3番4番に気になったって言ってて、1番に関して気になるんだったら結構5番さんとかも気になる位置なのかなって思いましたけど、まあ、霊能者も出てないから霊能者は出てほしいなって思ってる。まあこの位置だからもう2周目出るんかなって思ってるかな。かな。
5番って SG より白狼を釣りたいって言ってるけど、SG を釣って、そもそも白狼を釣るっていうか、まあ、白狼がいて、そこが狼だったら、負けてよくないって思うけどね。確かに白狼の懸念もしないといけないけど、初日でその発言っていらなくないって思ったから、5番、6番ともに気になるなって思いました。9番白ね。9番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、釣りたくないなって思ったのは7番さんかなって思いました。6番さんが1番さんに言ってることは、めちゃめちゃ暴論やと思ってますよ。仮に、まあ、2、1番目になったとして、初日に白が釣れた場合って、2日目に必ず決め打ちが起こるし、初日に黒が釣れた場合でも、結局、占いが進路で、狼の方釣ったら2縄で終わるから、6番が1番に対して、1番何を急いでるの、私はゆっくり精査をしたいって、まあ、2、2番面とか3、4をならない限り、2日目に結局決め打ち番面って来るから、6番が1番に何を言ってるんだろうと思ったから、6番の印象が一番悪いかなと思ったから、7番がそこに突っ込んだから、7番の印象が一番いいなって思いました。5番に関しては何言ってるかわかんない。4番の3番殴りは若干不当かなって思ったけど、別に進行乗るっていうのは普通じゃないって思ったから、4番の3番もちょっと違和感。1番のプレイヤーが発言します。あ、6連のなんだ。すげえな。よかったね。あ、騎士、はいはい。5番はもうなんか弾いていいかなと思ってたんで、私も多分5の席に座った時に分かんねえって言うと思う。2、3、4にそんなに別におかしい要素は拾えなかったので。ちょっと待ってね。K の今の発言で共鳴を見ていないので、8番が村っぽいところ占って終わりじゃない ?4 って別に私の組み取り自体はできているし、ただそれで3が黒くなると思っていないし、4は3のことをめちゃめちゃ殴ってもいないから、あの段階で一番多分色付けをしようとしただけなんじゃないかなと思っていて、2番に関しては2周目だと思っていて、7番の位置で6番に対しての指摘ってマットあったから、それで7番がめちゃめちゃ白いとは思わない。6番って言ってることがおかしかったから。難しいなぁ。一人弾くなら誰かな。一人弾く進行にしたいな。3が向けている2路合成。今日は私は7以外からいきます。以上です。2番のプレイヤーが発言します。まあ1番さんの思考で2が2周目、4が才能ではまあわかる。潜伏にしろ。遅えよ。2周目、俺2番ってだよ、バカモンが。遅えよ。ちょ、待て。遅えよ。ちょ、待て。遅えよ。ちょ、待て。8が9しろ。9が2しろ。遅えよ。ほんまに。もう大勢しかいないんだけど、一番さんの思考全部なってるんだけど、大丈夫ですか？あのね、俺8が偽かなって思ってたんですよ。だから、てかね、自分の思考をつらつら喋っていいですか？3、5、6、7、8絶対。8が偽かなって思ってる要素があって、6目線1が気になるんだったら5って気にならないみたいなったんだけど、いや、別に気にならなくねって思ったんだけど、5の思考って1が、なんか雑な白黒気をしたらって言ってるもんだから、まあ6マスの言ってることは論外なんですけどね、はい。俺はね、4番を釣らなくていいと思ったんですよ。4番が3倍取った要素はいいと思ってますよ。あのね、7に関しては、まあね、言ってることはいいんだけど、やばかった6番さんの後の発言なんで、相対的に白くなってるかなっていう印象なんだけですね。はい、かな。ちょ、マジ、結果反応遅いよ、マジで。まあいいや、まあ、出方も加味しても、俺は発言だけだったら8が偽っぽいなと思いました。はい。3に関しては、そのまあ、1、2の人外がないっていうなんか思考も安易だなと思ったし、まあ、1、2の進行に残ろうかなっていうのは4番が言った通りだから、僕は9番が言ってるほど4番のあれってそうじゃないと思ってますよ。はい。まあ、だから3番初期でいいと思ったけど、まあ、1番の最初の思考ってなんか結局全員に対して、まあ、あんまり白くない評価を下していたのは7番と言いたくないだから、微妙だなと思ったら9番。3番のプレイヤーが発言します。うん。
まあ、9番さんは、なんかちょっと CO が遅れた理由っていうのを教えてほしい。なんかどうしてもなんか狼が出てくるのをなんか待ってとか。で、なんか CO したようにしか見えないね。9番さんが偽だったとしても、なんか2番さんはなんか白っぽく見えちゃったけどな、なんか今の感じ。1、7、4に、いると思ってて。で、俺2番さんのなんか言葉、なんか便乗とか言われちゃうかもしれないけど、7番さんって、まあ6番さんの時めっちゃ真っ当だったと思うんですよ。すごい真っ当なこと言ってて、ただあれって狼でも言えるくないって思ってて。で7番さんが狼だった時にすごい怖いなっていうふうに思いますね。はい、で、4番さんから1周目なんて言ったんだっけ？あ、俺がちゃんと話を聞いてないっていうふうに言われたのか。まあそう思われちゃったならしょうがないかなって思うんですけど、まあ一応メモしながら話は聞いてるんで、もしかしたらちょっと俺の喋り方とか悪くて、ちょっと言いたいことが伝わらなかったのかなっていうふうに思いますね。はい。でも別に、一周目ってさ、いやこれ、狼見つけるのむずくない？いや、こんなこと言ってたら俺釣られちゃうんだけど、むずくないって思ってますね。はい。どうでしょう。ちょっと発言聞いて決めますね。はい、174。まあそこにしか入れられないんだけど、174。はい。どっか行きます。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい。あ、現状もう3番釣りでいいかなって思っていますよ。3番がその9が偽だとしても、2は白っぽいってどういう意図で言ったの？2番って8番が偽っぽいって言ってる人物だから、3番視点で2番が白くなる理由はわからないと思っているし、まあ、9番の芯は切っていいかなって率直に思っていますよ。はい、9番が芯だとしたとして出なきゃいけない盤面だし、1番の発言から終わってるっていう意味がわからないから、もう9の芯は切っていいと思っているし、もう3番釣り以外ないと思ってますよ。はい、ぐらいですかね。もう、慶応村で、9番が強人としか見れないですけど、で、まあ、どっちにせよ3番釣りかなって思ってますよ。3番がその2番が白っぽいって言った要素が分からないです。2番は8番のことを偽視している人物なのに、3番視点で9番が偽に見えているのに、2番が白っぽいっていう評価がおかしいから、3番釣りはやむを得ないかなって思っています。ぐらいです。まあ、9の芯はないと思ってますけど。以上。5番のプレイヤーが発言します。うん、まあ、9番の悪いんじゃない？6番例の5番騎士。その少なくとも6番例のが出てるんですよ。で、5番騎士も出てるってことは、1番で2周目の初手なんですよ。なのに、2番手の位置の2番で出てるんだから、これどう説明するんだろうなと思ってますよ。6例のが出てて、ラストで出ることはないでしょ、普通の村のルールだったら。絶対に2周目の初めで出てるんですよ。それが見えてて出ないんだったら、それはもう死んだとしても死ん切られてもしょうがないんですよ。9釣りのレベルにしたいくらいのレベルですよ。私は騎士の立場からすれば。同じ立場に立ってくださいよ。出たくないのに出る羽目になったんですよ。あなたが1番の位置で出てくれれば私出なかったんですよ。別に。ただね、一応ゲームをするのであれば6番がグレーの釣り位置でも上げたらいいんじゃないですか。そして次の日の精査。9番の占いを聞いて。ね？占い師は占えばいいんだから。今のところは芯はガタ落ちだけど、芯かもしれないんで、まあ、残す方を取ってもいいし、で、普通にグレーから行っていいんじゃないですか。6番がグレーで、怪しいところを、まあ、一応言って、グレーから行った。まあ、普通にやるならグレーから行った方がいいと思うけどね。まあ、なんでこういう風になったのかっていうのは一応説明はしないと、まあ、芯がなくなるんじゃないですかってだけの話なんで。まあ、6番がグレーの怪しいところを消せればいいんじゃないですか。はい。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。自分はあまり2番さんの狼予想っていうのは拾えてなくて、9が出てくるの遅いよっていうのは、まあ確かに2番さんの立場になれば、9番さんが今更出てきたところで新芽取りに来れると思ってないから、9番さんって平和村にしたくなかった強靭芽があると思ってるから、3番さんが、
9番さんに対してその精査をして、まあ、私ね、対立軸は3、4なのかなと思ってて、4番さんって3番さん釣りたいっていう発言をしてるんだけど、まあ、初週から何か、解釈の違いで、まあ、3番さん、4番さんって引っかかるなと思ってるんだけど、ただし、7番さんがね、もし村としても6番がいらないんだと思ったら、今日7釣りでもいいかなと思ってますね。多分7番さんっていうのは7が、縄届かなくなる位置だし、黒出されても白出されても、精査できないかなと思ってるかな。まあ、9番さんが出てきた意図がわかんないけども、全然新芽自分は終えてないですね。まあ、3番さんが2番さん村置きしたのは、自分は2番さん村っぽいなと思ったから、そこは悪くなかったんで、47のランでいいかなと思ってるけども、7番さんがその発、私の指摘に対して真っ当だから7が白くなるっていう論はないと思ってるので、発言的にあんまり私に対して、まあ、いらないっていうんだったら、私は7番さんいらないかなと思ってます。7番のプレイヤーが発言します。霊能いらねえ。マジで霊能いらねえ。霊能のあなたがわけのわからん発言をしたから、俺はそこに指摘をしている。仮に俺があなたの発言に指摘をしていないんだったら、俺がただ黒くなるだけ。だったら俺はね、あなたにもちろん指摘をするんだよ。そこで、あなたの失言のせいで、俺がいらねえって言うんだったら、お前がいらねえよ、マジで。やめてくれって感じだ、普通に。一番明確にローじゃないかなと思ってる。平和村の状況下で一番っていうのは、一人弾こうかなって言ってる人物。仮に平和村でローだった場合って、一人を弾く。仮に俺を弾いてるんだよね、一番っていうのは。17ローロー以外だったら、相方を釣り下ろす構図になるわけだから、一番のローって明確にないかなと思ったから。だから、1が8と繋がってるんだったら、1のローはあるかもしれないけど、仮に8が死んだった場合って1のローないかなと思ってるから、8が死んだった場合って、3、4になるんだけど、4番が真っ直ぐに3番を釣り下ろしてる状況だから、どうなんだろうって。確かに3、4と対立してる部分であって、4番っていうのは真っ直ぐに1周目も3番は怪しいと言っていて、2周目に関しても3番を釣り下ろす人物だから、8番が死んだ時3、4ローローってあんのかなと思ってる。明確に、8番が死んだ時1番のローはないかなと思ってるから、9番の出方はおかしいけど、俺9番死んだんじゃねえかなと思ってるかな。確かに9番の出方だったらおかしいけども、8番の新世界になった時の2ロー戦、2ロー構図がわからないって感じかな。っていう感じなんで、釣り位置は正直難しい。8番のプレイヤーが発言します。なんか2周目7番さんよくわからんなって思いましたね。9番の出方で芯があるんですか？2番さんも言ってるけど、じゃあ9番の芯要素って何ですか？1番の発言の終わりで出てきて、平和村盤面で、9番さんが平和村にしたくなかったから出てきた9番狂人ね。6番さんは殴られたから殴り返すんじゃなくて、村目線で6番がおかしなことを言ってるんだから、7番が相対的に白くなるのは至極真っ当なことだから、それで7番を釣るのは、7番が狼だったらいいんだけど、じゃあ7番が村の時どうするのって話だからね。5番が白狼を釣りたいって言ってたけど、それこそね。どうだろうな。一番の発言聞き、平和村想定の話だから、あんまり様子落ちてないけど、7番を弾いてる。4番、3番狼だったら切って、まあ、平和村想定で動いてるから、4番は3番のことを殴れるし、1周目で3番に対して4番が殴ってるのに、3番は2番に対して白評価をし、あまり4番に触れなかった構図って、全然4、3、狼もあるから、4番、3番どっちからでいいと思ってるけどな。あまりでも2周の結果持ってんだから、ただ7番も今、1周目でなんか、そこで9番のシーンを見るんだって、若干濁ったなって思ったな。まあ、8番、2番に関しても、なんかよくわからんなって思うし、なんかワンチャン自分噛まれる懸念まであるんだけど。って思ってます。まあ4番か3番。いやもう8か6しか守んないよ。9番は噛まれてもしゃあないことしたんだから。いや8なんか噛まれてしまえと思ってますけど。いやまあ出方なんか私が占い師だから私が好きなようにするから文句言わないでください。ね。
どうだろうね。4回1番釣りたいなって思ってたんよ。そもそも8番が7番に向ける指摘っておかしいですよ。8番って7番に対して7番が出方だけで9番を芯に置いてるから微妙って言うんだったら、4番って出方だけで9番を偽に置いてる人物だから。もうこんなの守る価値ないから、4番7番って記述点は違えども、思考って過程は同じだから、8番が7番だけに向ける思考はおかしいし、こんなやつはもう、8番は7番を悪いと主張して4番も釣りしないのか。めっちゃおかしいなって思うけど。出方は何でもいいだろうって言ってるやつなんてまずいらねえから、まず。うん、1番3って7番に対して7番の6番指摘は真っ当なだけだから、うん、1番が落としつつも7番を釣り位置から弾いたところが若干守れないと思ってる。4番に関しては4番って3番に対して3番の9番が偽でも2番が白くて理論が騎士、ね、に守ってもらいたくてその態度か。3番を釣り位置なんだけど4番に対する謝罪だろ。まずは安易すぎますよ。4番も9番の騎士に対する謝罪も9番が2番の自分がこういう手柄して何が悪いんだ。4番って3番に対して。自己中心的なプレイヤーはもう。で、3番に対して、して、指摘を9番に同じことしてるから。悪いけど守りは入れないよ。4番が釣りたいかなって思って、4番が1番釣りたいなって思うよ。8番岡の起点で8番が1番釣りたいなって思う。7番でいいよ。7番が1番釣りたい。1番か4番どっちか釣りたいなって思う。6が8番1番岡の4番教授。9番、味がローでも8しか、あ、ヒロちゃん、5位置考えてね。いや、守らないよ、あんた。プレイヤーの発言が終了します。死んだとしても守りは入れないよ。俺は嫌いだから。なんで1位入れてんのこの人。のプレイヤーが発言します。これ絶対おかしいわ。恥守るわ。はい。ね、俺に入れてるのが。おかしくないよ、9番。3、7、8。4番は怪しんでいて、こいつなんで1位入れてんの。まあ残念だなって感じ。守るわけねえよ。これ部屋ブラだと思ってるから恥しか守んないから。俺って3番のその、で9釣るから俺が釣りたいって、俺が釣りたい、俺が釣りたいって言ってるけど、9番に関しては俺が教授と思って、この、私が出たようにしてもいいでしょって、理由が納得できるわけねえだろ、みんな。俺が釣りたいって、意味がわからないと思ってるし、9番って切られたっけ。なんで評判1なのかないと思いますよ、あなた。8しか守んないよ、俺。そういうことですから。8番が4番を押してるでしょ。俺がしっかり3番に対してのその様子を上げていて言ってるんで、その様子が正しいかどうかっていうのを精査してほしいかなって思ってますよ。はい。あれ俺なんで2番行ってんの？8番さんには残念だなっていう感じですかね。俺7に行ったつもりだったんだけど。そこに関して、議論をしてほしかったなって感じですね。俺が釣りたい、釣りたいとかじゃなくて、俺が3番に対して様子を上げてるから。3番のプレイヤーが発言します。俺が2番さんを白に置いた理由が雑だって言われたんだけど、俺は9番さんが偽でも2番さんって白っぽく見えたなって。なんでかっていうと、2番さんがもしも狼だったとしたら、まあ、9番さんは狂人確定で8番さんが真確定ですよね。そこに対して、いや8番が偽っぽいなって2番さん言ったんですよね。これ真占いにそんなことすんのかなっていう、そういう考察ですね。で4番さんは9番さんのことを狂人で置いて、俺も9番さんが狂人に見えるなって発言をとしてて、俺らって結構9番さんをちょっと偽軸で置いてるのに、なんで3を釣りたいってなるんだろうと思ったんですね。9番はやばいよ。自分がしたことの理由も説明しないで、私はこれやって何が悪いんですかって開き直ってるやつなんて。俺は2番さんが白く見えたんだけどな。9が悪いから負けるゲームだからいいんじゃない、気楽に。いや、8番かもしれないけど、4番釣るわ。だって8番が入れてるし、6番も4ならで上げれるんだから4番釣る。それだけ。俺、7に行ったつもりだったけど、2番行ってるわ。9番は、理由の整合性がないから、守りは入れません。8に死んだと思って入れます。と思った。投票が終了しました。今度8番3だよ。これ追放されるプレイヤーは、4番の遺言を発表してください。一応8を守っとくよ。平和村進行で。味が真の場合、あれでしょ？はい。まあ、3番の発言を聞いて、俺が取られるのかな、悲しいなって感じですけど。あれを聞いて守ってあげたい騎士はいないだろう、100人中に。そういうこと言うのかなって。悪いけど、いつものヒロさんだから9番の進行も終わってもいいけど、今日は終わらないよ。まあ、9番の進行がないって俺は思ってるんで、いや、8しか守んないよ。8が人外だとしても守んないよ。だからこそ3番と2番のことを白い方が変わればいいと思ってるから、8番のことを新占いっていうふうな表現をした。8がローでも守るしかないから。
だって村が9番が俺のことを標準と言ったらやばいでしょ。と思ってるし、この2、1番目において、だって標準あれで優勢合成取れないよ。好きな子だって何が悪いんですかって言ったらね。8、新、9、教授、以上。いや、もうそれでいいよ。夜が更けました。いや、どうせ俺の駅残っても、9番するから。見なかったか。このゲームは自己中心的なプレイヤーがいれば負けるゲームで、自分がそこに出た理由を述べなければダメでしょ。なんで1番の位置じゃなくて2番の位置で出たのか、なんで潜伏したのかを述べられない人はもう死んじゃないから、俺は9番に行きます。はい。7番黒とかならありそうだけどね。7、8とか夜が明けました。ありそうだけどね。昨夜は1名の方が亡くなりました。6、7番のプレイヤーが発言します。はい。あ、7コースか。8番にセットね。5番5番8守ったんだろうな。いや、だからいや、なんで9番も1占いよ。絶対ちゃうって。だから1番っていうのはあなたが出てこなかったおかげで、1番っていうのはなんだっけ平和村の盤面下で、1番っていうのはローだった時、7番を弾いてる人物なんだよ。7番を弾きます、1人弾くかっつって、1番が仮に、じゃあ8番、あの時はね、8番占い、9番白、その中1番がローだった時って、相方342のどれかなのに、7番を弾いて、そっからグレー詰め盤面の想定ってめちゃくちゃ弱いからね。ローだったら 100% やんない構図だから、9番が8番の相方探して1占いで 100% ないから、マジでやめてくれって思ってんだけど、その1占いは。いや、弱えな。だから8番の、8番が死んだった時に、その1番を俺は弾いてる。3、4だったら4が3を圧倒的に釣り下ろしてる時に、3、4ローロはないなって思ってるんで、8番が偽っぽいって言ってるんだけども。この論通じねえかな。まあ、8番偽でよかった、マジで。9番頼むよ、マジで。今、芯切られてるから、あなた。本当に。2番と俺ぐらいじゃね？ 9 番芯に見てんの。やべえな、と思ったら8番言ってくださいね。8、7のランで、以上。8番のプレイヤーが発言します。まあ、7番釣ってくださいね。そもそも7番占った理由って、4番、3番でどちらかに狼がいると思ってるし、両狼の線もあると思ってるから、4番か3番釣った時点で、まあ、3番占いっていうのはなくて、まあ、2番に関しては、まあ、別に、7番のいるのが気になったかな。かな。まあ、そもそも、まあ、9番のデカダで、そもそも2番も7番も自分の偽を追って、9番に関しては4釣りでいいのかなって言ってるのにかかわらず1番投票でね。まあ、それで芯を切ってほしいかなって思ってるかな。まあ、4番、3番で比べたときに3番に行ったのって、まあ、3番の方が9番から黒を打たれた場合って3番が釣られる可能性があったから、3番が村の時ね。っていうこと。多分4番の票って3番に入る可能性があったからね。3番、4番だった時って、4番の方が HP が高いからかな。3の村ケアで3番に投票してるってことぐらい。まあ7番狼なんで、7番で白だと思ってたんだけどね。まあそういう理由です。7番占ったのは。ってことぐらい。かな。まあ7番釣ってほしいなって思ってるかな。9番のプレイヤーが発言します。はい。ちょっと1番占いに関しては、結構本気で8番、1番狼、4番狂人やと思ってて、8、1、4の陣がやと思ってたから、めっちゃ申し訳ないなと思うけど、多分4番で狼落ちてると思うんだよな。そもそも8番の思考でおかしいのって、今8番の発言の中であったけど、3番、4番、どちらかに人狼がいる構図っていう視点を落とすんやったら、8番って4番が機能釣れた以上3番占いでしかないから、8番が3番、4番、どちらかに1人狼っていう視点を落として7番占いするのはおかしいから、8番はおかしいですよ。
いや、ほぼほぼ4番で効果が落ちてると思うんだけどな。だってそもそも、いや、4番の機能の思考の中で、9番の4番が強靭に見えてるけど、4番っぽいと思うんだけど、そもそも8番1番か4番強靭の思考として、1番投票してるから、4番の9番の、9番に対する投票がおかしいし、4番って9番を出方だけで芯切ってる人物やから、8番って4番、7番の際に関して、4番って出方で9番の芯を店を決め打ってる人物、7番って9番の出方で芯を決め打ってる人物やから、4番、7番って、記述点は違えども、思考の過程って一緒やから、けど8番って4番にしか視点向けずに3番、4番ツリーつって、7番に違和感覚えながらも、3番、4番狼があるんじゃないかって言って4番に視点向けてる人物やから、4番視点で8番、9番の際つけたときに、9番が出方だけで店になるって思考がおかしいから、ほぼほぼ4番は人外かなって思うけど、今日は8番投票してください。1番。のプレイヤーが発言します。はい、8番に1個違和感だったのは、4、3でやり合ってる8番視点9の強靭が見えてるって時は、俺が8の敵だったら2占うかなって思ってるけどね。それぐらいかな。それ以外は別におかしくないんじゃない？ 3、4で切れてる7に色付けをする、その時って7で白が出た時って2番がほぼほぼ黒になる。それか4、3が、まあ、ね、4、3がやり合ってる可能性あるけど、その時って6番が基本的には色見れるんだからね。だから、おかしくはないかなって思ったけど。2番が1番に対して汲み取れなかったのは仕方ないと思います。私は7番弾く理由を説明していなくて、そこまで説明できなかった自分が悪いかなと思っているので、ただ9番は、なんか、その動きするんだったら、私視点ってめちゃくちゃ印象悪いから、もうちょっとなんかがっつり考察が伸ばしてほしかったなって思ったぐらいです。はい。9はなんか自分でその動きしたなら汲み取るよと思っちゃった。申し訳ない。2はいいよ。2はいいけど。7番初日の1周目で弾いたのって、平和盤面で9の共鳴はあんまりないかなっていう精査をしている状況下で、1人弾いて視点詰めた方が強いからって思った時に、7番っていうのは結局6番が霊能出てるから、7番狼の時って6番が強靭だと思って殴ってるんでしょ。その時って7番起点で4、3、2に相方がいた時って、そことほぼほぼ何も触らない構図ってあんまりないかなと思っている。なので弾いただけです。はい。今日7、8のタクなんで、7番でも白いと思っているよ。2周目聞いても。はい。だから、8、2は、あ、8、9微妙だ。2番のプレイヤーが発言します。7番って、昨日の思考の中で、8神の時の1狼を切って3、4を見てなかった。俺は3、4って言ってた気がするんだけど、だから3、4から冷たいっていう思考のもとで話してると思ってて、で8が狼起点の時に1はあるかもっていう思考を残している。で7番の思考って8、9だったら9の方が神っぽいっていう思考なんですよ。の時って多分散々8神世界において1狼否定していたんですよ。で3、4にフォーカス当てていたのを最終的な7の着地点って9が新世界なんですよ。1だね。だって7って8が狼起点の時の相方軸って1しかないと思ってたんでしょ。で、最終的に9が新と思ってたんでしょ。1番じゃね ?7 番目線。どこ投票してんの ?4 でしょ。7目線1じゃねって思ってるんだけど。9の言ってる4、7が4は9の2型で芯を切ってる。7は9の出方で、もう芯を打てるっていうのは、それを8番の思考に正して言ってるけど、8番新世界に立った時って、7の心象は悪いっすよ。4の心象はいいっすよ。っていうぐらい出方に関しては9がおかしかったと思ってるから。まあ8番に言うと2番はちゃんと8番から要素を引っ張ってますからね。9番の出方も加味しても、8番の6番の要素の出方が変だなと思ってる人物なんで、はい。かな。いや、俺はね、2周目の7番が全然おかしくないな、おかしいなと思ったから、そこの8番の様子いいなと思って、9番がいいって言ったのが全然わらなかったです。だから7いきます。はい。はい、3番のプレイヤーが発言します。うん。あ、そう、俺ね、9番さんにね、聞きたかったのは、いや、9番さんがそういう出方するのはいいんだよ。石占いだからって言い張るのもいいんだけど、まあ、なんでそういう出方したのかって。いや、人外の三仕様を狙ったんですよとか、そういうのはちょっと説明してほしかったかな。わかんないから、俺。うん。で、俺、一番さんの発言めっちゃ、なんか最後、七番さん白いと思ってるよっ
って言いましたよね、1番さん。7番さんが白だったら8番さんが偽じゃないですかって思っちゃったんだけどな。うん。なんかすごい最後に、なんか、すごい、なら白、おきし、みたいな感じで言ったのがすごい引っかかっちゃった。うん。どうなんでしょうね。どうなんだろうね。9番さんってもう8番さんに白打たれてるから、まあ、新境地なんだけど、これ8番さんってすごい新老一に見えるんだけど、8番さんが強人ってこともない。俺すっごい1番さんがめちゃくちゃ人外に見えるんだけどな。だから俺7、8、1、どっちかわかんないんですよ。8番さんがもしも強人で7、誤爆ってこともあるよね。いや、明確に人外だと思ってるのは俺1番さんだけ。もう勘ですね、これ最後。勘です。はい。5番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、しゃあないじゃないですか。いろいろ考え方あるけど、あ、俺はもう、タラに行きます。はい。正確に言えばもう9の芯は、まあ、置いたくない。ってことで、うん。自己中心的なプレイヤーだということは分かったんで、私は7行きます。もういいです。もう無理くり。あ、ただ村は試合したかったら勝手にすればいいんじゃないですか。うん。うん、やっぱり、なぜそういうことが起こったのか理由を述べなければダメだった、むしろ。それの方が大事だった、誰よりも。うん。騎士の気持ちを考えて、騎士に謝罪のレベルだよ。まあ、本当の真の占い師は。こんなメンタルないんでしょ？私が好きなことして何が悪いんだ？5番の騎士に少なくとも迷惑をかけ、7番が、例えば村だとしてね、家庭として。あ、1番の自我に黒を打たれてしまって、7番に迷惑をかけている。そういう状況で謝罪はないのか？自分の心の中のメンタルとして。自分が間違っていて、村に迷惑をかけた。仮に5番、7番に迷惑をかけたら、そういう気持ちはないのか？自分が正しい。自分が何をやってもいい。理由がないんだからもういいんだよ。もういいよ。6番勘なんだから7番でいいでしょ。6番も納得できるでしょ。うん。ただ村が、考えたかったら勝手にすればいい。まあ、俺はしょうがない。もう、6番のために7番行く。うん。9番の芯を置いたくない。うん。理由を言わないのであれば、もう置いたくありません。次から気をつけてください。全プレイヤーの発言が俺の刀見なかったか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番。まあ、7番村でも悪いね。してください。9番を教育するために釣った。うん、そもそも5番の騎士に言っとくけど、9番の出方は確かに2番のところ出るってのは遅いけども。理由が必要だ。あ、騎士が言うセリフではねえよ、マジで。うん。2、1番面下で、9番目線、じゃあ8郎で仮定したときに、全く白が刺さっていない5番から騎士が出ました。6番から霊能出ました。めちゃくちゃ、8番が真の時も二郎潜伏を追いやすい盤面だから、誰も白が刺さっていない5、6から騎士、霊能出ることってマジで、いい。間違っている。いいと思ってるから、5番騎士が潜伏したいというその思考の意味で、1番目で騎士を出させる占い師の真は切る。マジで。思いがない。そして2、1番目か5、6で騎士、霊能。7番が本当にその言葉言ってるならうまくならない。だから不当だぞ、それ。マジで。やめた方がいい。9番の、やめることはできない。あと、2番って1番目に騎士を出させる占い師の芯は切る。何度あっても俺は変わらない。あと9番目、実際話聞いてないんだけど、だから別に出方で9番芯変われ。出方は悪いけど、出方じゃない。心が悪いんだ。メンタルが悪いんだ。相方軸。だから7番は被害者になったか申し訳ないから。わかる？
俺が村出るから、まあ、1、3、8、4とかあるんだと思うが、2強とかは何だろうが。要素を出している。3、4だった時って、4番が3を、初週、2週目もどちらも叩いてるコースから、3、4俺ねえのかなって言ってる。だから8番が新世界で、二郎潜伏が見えない。だから、状況的に9番進化。だから、8番がローだった時って1番ローしかないと思ってるけど、1番のやり方があるから、ヒロちゃんのジェノサズはあるんだよ。9番シーンって言った。以上。夜が勝者がそういうの望んでんだよ。人狼に気をつけてく。男の美学があるんだよ、ヒロちゃんには。夜のアクションを行ってください。守りは入れない。が、一応万が一のために9番守り入れとく。私が悪人ですって、うん、?9 番の捕まれないためにもね。まあもう進化た落ちだからもうどうしようもねえだろ。まあ。7番に言っている騎士を出させてはいけないんだよ、占い師が。夜が明けました。そして、自分がしたことの理由を述べるんだよ。1名の方が亡くなりました。これができない占い師の真は切るんだ。何度でも。8番のプレイヤーが発言します。まあ、9番さんは8番が噛まれてないことに違和感を覚えて8番釣りを提唱してくるんでしょうけど、そもそも自分、まあ、噛めないと思うしな、8番、9番っても。あ、2番白でした。まあ、47じゃないってことが分かって、7番の狼が2番白で3番か1番にいる。分かんねえな。いやー、9番つたんつっても、まあ、84か7173ってことでしょ。そこは村が精査しろ。4番で連れてる予感もあったから7行ってもいいんだよ。ああ、難しいな。とか、強なような気がするんだよね。3番がそこで一番にヘイト向けるのってすごく違和感なんだけどな。店なんだけど。だから、こっからは村が決めればいいんだよ。俺がいないんだから。うん。ただ、7番相方軸で、3番と繋がり得るかどうか。いやー難しいな。まあ7番釣ってくれたんだから今日9番釣って、まあ1番と3番の精査を深めてほしいと思ってる。2番も言っていたが、4番と7番で差がつくのって、7番は9番のことを真で追った人物、4番は9番のことを偽で追った人物だから、自分視点って47に差が出るのって自然なことですよ。まあ2番が白でよかったです、本当に。って思いました。まあ今日9釣ってください。9番。のプレイヤーが発言します。4か7で狼が落ちてるから8番さんは噛めないんですよ、自分を。いやいや、まあ言うけど、潜伏した理由に関してはあの盤面かって、8番が9番白やから、自身って隠し白やから絶対初日の釣り位置にならないから出る必要がないと思ったし、まあただ8番狼やった時に8番って新占いが潜伏してることが分かってるから、盤面的に9番の占いが透けて9番髪が起きた時に、まあ、無駄りがないなと思ったから、8番狂人もあるかなと思ったから、8番狼で9番に白打つ行為って、まあ、結構リスク高いと思ってるから、8番狂人もあると思ったから、1番の発言の段階から使用しなかったけど、1番の発言を聞いて8番1番狼があるかもしれないと思ったから2番の位置に出た。8番が9白結果持ってる以上って初日って絶対9番釣りってならないから、めちゃめちゃ美味しいと思ったから、2日目に私が占い師をした時って8番と盤面しんどくなるから、めちゃめちゃ無駄りがあると思ったから潜伏しようと思った。4黒で色見せたら2番が強人かなって思うけど、だから2番って8番目線4番の3の心象が良くなるって言ってるんでしょ。でも8番って4番登場してるんですよ、2番さん。いやおかしくね。8番目線4番7番の差をつけたときに4番の方が心象良くなるはずって2番の主張なんでしょ。でも8番って4番投票してますけど、2番さん2番がほぼほぼ人外かなって思うから、8番4番組 2番強人かなって思うけど、2番の思考やばいなって思ったから、まあ、今日8番行って終わるから。いいじゃん。1番のプレイヤーが発言します。あ、7番の思考の落ち方は2番と精査が違ったので、7番は別に白いなと思っていたのと、あ、3番にも話しかけてるんだけどね。ただ7白いけど8級で言ったら私は9の心象が良くないので、良くない、よく見えると思う1番視点って私の席に座っていて、
9番っていうのがあの出方をして、かつ1番を追位置に上げた理由っていうのが、ナノの要素の取り方が雑だったからでしょ。あなたが潜っているから平和盤面での考察をしているんですけどって思っているから、9の心象ってめちゃくちゃ悪くない私視点って。かつ9ってもう多分永遠に私から評価してできない人間だと思っているので、出方は別にいいっすよ。いいけど多分あの考察としたら絶対多分私は9心見ないから、永遠に。だから9は1殺しておいた方がよかったんじゃない？それかそういう考察しない方がよかったと思っているから、だから迷うんだよね。7って白いなって思いながら、8、9で言ったら8死んだなって思っているから、迷わない？ 3 番、3って思ってるけど。難しいな、難しいな。心象的には9死ん切りたいけど、ね、発言では別に切れないと思っているので、ね、難しいなって思っているので、ちょっと考えます。あのね、2番のプレイヤーが発言します。9番はちゃんと出ましょう。3の発言を聞いてから1、3の欄にしたら多分当たり前のプレイをして、ね、3の方が2だと思うので、今日が9を継ぎます。明日僕に縄をください。あの9の思考の中で何て言ったっけ、8が4、7の際で4の方が印象良くて4を継ぎたいのが分からんと言ってるけど、そもそもその論って9が持ち出した話で、9が8に対して7番が、9番のことを、なんかそのシーンに見てる4番が9番の出方で芯を切ってるって言ってるから、8番目線って4ならって一緒でしょって、着地点が違いどう思考の変遷同じでしょって言ったのが先に9番だから、だからその論に関しては8番の視点に立った時って4番が心象良くて7番は心象悪くないから、で8番が4も次々に上げたのって8番が9強靭に見えてる世界線の2度構成で3やんかるかなと思って上げてるだけだから全く別の話ですよ。9番の主張で4なのって言ってること一緒でしょ、なのになんで4番投票してんのじゃなくて、8はそもそも7の発言にも2周目に関しても懐疑的な目を向けていたし、9強靭が見えてる世界線の3、4のありを見ていたから、なんだろう、言ってることが違うんすよ。いいですか？はい。まあ、俺は昨日の1番さんが7番を白いって言った理由はマジでわからなかった。俺は2周目の発言が全然白いと思わなかったから。だから3が1に対して白くないって言ってなかったけど、あの場でそれ言ってもしゃあないなと思ってるから、必然的に明日来るのかなと思ってます。はい。だから3の発言も考えてみちゃう。9釣り以上。3番のプレイヤーが発言します。ああ。2番線が強靭だった時に今日9番釣るのってめっちゃ安定なんですよね。俺2番さんの狂人は追ってなかったけど、今日のなんか縄くださいみたいな発言がめちゃくちゃ狂人っぽく見えちゃったんだよな、だそうなると、いや俺目線ね、俺目線やっぱ安定なのって俺1番さん人外じゃない、1番さんが人外じゃないかなと思ってんだけどな。あれ今日急釣りって、急釣りは8進だった時あんのか。いや、俺マジで占いどっちか分かんないんだよね。あのね、2強だったら8が安定なんだよ。9番さんの方が進かなと思うし。3番1番。9番さんの発言でなんか、2強の場合は、4か7で狼出てるから、8番は噛めないみたいなこと言ってる。進行が安定なの。俺は何も言わないけど、4、8は分かっていたよ。狼ロックですか。2強、4、8、6。9番さんは1番さんの狼追ってないのかなって思った、ね。な感じは してるけど、9番の態度許せなかったから。そうなると、8番さんって昨日7クローですよね。今日述べるんじゃなくて、そういうことか、そういうことか。うん、8番さんって7クローですよね。安定とは8だよ。1、3に言っとくけど。うん、4がクローだったら4、8は分かるんだけど、8番さんがクローだったときに7にクローって打つのかなって思っちゃったけどね。1か3ね。以上。どっちかだ。だよね、8番さんは7クローだもんね。まあ、だから9番さんがすげえ偽っぽく見えるんだけどな。いや俺どこ入れたいの、まあ、占いに入れるか。9番が死んだったら9番の人生もあるし死んもあるけど分かんないけど、まあ9番は自己中心的なプレー、自分勝手なプレーっていうのは人には伝わらない、だからもうやる子出ましょう。転覆を決め込んで2日目に出ようなんて占い師はありえないんですよ。初日に出よう。9番がこれで負けて勉強してほしい。投票終了しました。
追放されるプレイヤーは紙が起こってないから旧信なんでしょ。9番の遺言を発表してください。いやーマジ大和くんごめん、本当に申し訳ないわ。いや一番さんも最後信じてくれてありがとうって思った。いや本当に大和くん ごめんね。いやだってなだちゃん多分4番8番狼でしょこれ。あーめっちゃ申し訳ないな。あーやっぱ2番おかしいよね。いやーそっかごめん、みんなごめんね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。9番分かったか。うん、それだよ。この3日目に9番はやっと真になれたよ。だから負けてよかったんだよ。9番は成長できるから。村のために思ったら今の9番の言葉になるんだよ。3日目の理由を言ったのも、うん、だから初日の2週目が問題だった。夜が明けました。3日目だと遅い。でも最後に気づけたからよかったじゃないか。方が亡くなりました。うん、1番村に迷惑をかけたんだったらプレイヤーが発言します。申し訳ない気持ちを出すんだよ。心でゲームするんだよ。でも気づけたんだからよかったじゃないか。9番それだけ教えてほしいんですけど、1回目4に出てるから、ああ村なんかと思ってもう満を持して釣り殺しに行ったんですけど、さすがに7、8とかやってないよね。いや、9番の言ってることは、8番に対して8番目線4、7って一緒でしょって言ってるのと、8番が4を釣る理由って別だから、それに関しては2番が正しいと思ってます。まあ、最後に気づけてよかったよ、9番。はい。3釣りでいいですか、8番さん。頑張りました。3釣ります。3番。頑張ってねーよ。のプレイヤーが発言します。いや2、8はな。いや、ほんとね、俺ね。5番騎士は4、8ローロー見抜いていて、4、8ローロー2強すら見抜いていたけど、あえてならないってんの。それが男の美学だ。でも9番は最後に気がつけた俺が言いたかったこと。だから普通にその直感に従って8に入れればよかったのか。9番が理由述べなかったこと、それで芯が取れなくなってしまって、7番と。4、7で狼が来てるから噛めなかったんだよっていうのは当たってたんだけど、7も含めちゃったのが、いや俺知ってんすごいなんか偽っぽく見えちゃったんだよな。いや相方に黒が落ちてるみたいな。俺が成長するんだよ。俺が伝えたことは4で多分黒が落ちてるからって言ってくれてたら分かりやすかったかもね。2強8ローロがあるんだから。いや本当ごめんなさいね。9番さん多分高卒当たってたんだけど、84ローロ2強当たってたけど、2番が固くなり9番に行ってる時点で2強をちゃんと追って8番に行く。それが安定進行。言いたいことをなんか拡大解釈して負けたって感じですね。だけど9番に言うのは3番のようなプレイヤーがいるのだよ。天空から起こってるよね。だから分からないプレイをしてはいけないんだよ。ごめんね、ごまんさん。占い師は初日に出る。引き引いたのにね。1週目、2週目でもいいけど、初日に出る。俺でも昨日のさ、2番さん強人でしょは、めっちゃあれだったでしょ。なんかめっちゃ、進行方法はね、迫ってたでしょ。2強8ローになるから8なの。3番に言うとな。俺に。これから覚えればいい。3番は、はい。ごめんなさい。8番。8ローは分かっていた。紙の紙から、俺は言わなかった。紙で見れば8が8番に入らないことがもうローだよ。でも分かっていても9番の2周目の発言が許せないからだよ。いやきつかった。ヒロちゃんの男の美学だよ。お疲れ様でした。ま、2番さん、3番さんに入れればいいんじゃないですか。はい、お疲れ様でした。284が、まあ、本当にすごいプレイヤーだったら、5番騎士は全て見抜いていたけど、あえて9番への制裁のために7番を釣った。ここまで248がかっこよく言ってたら、かっこいいと思うけどね。ここまで言ってたらできる奴らだけどね。まさかそう思わないだろう。うん。ヒロジャンってのは心のゲームだから。投票が終了しました。やはり、追放される理由は2周目だよ。9番が反省するのは。しっかり理由述べよう、これから。お疲れ様。いや、9番さんガチ、バチコリ当たってんだ、やっぱ。ごめんなさい。なんで7クロ打ってんの、シグさん。バカなんですか？マジで怖えよな。負け番目。